前回4度目のチャレンジでは96周目に敵の攻撃を受け死亡というねことになり、ここまで4度チャレンジしてみるもクリアどころか100周半分までもいけてないという悲しい現実がある。改めて戦争編の恐ろしさを痛感してますが、次のチャレンジではクリアしたい。それだけが僕の願い、 My prayer。作る選手の設定はもうこれまでと同じシンプル、右投げ右打ちの外野手を作ろうと思う。そしてそれは別に弱くて構わんからね。とにかく200周戦争時代を生き抜いて最後どういう結末になるのか、もうそこだけ、本当にそこだけで、だからそうなるためにももう基本的にはこの南の戦線に向かっていきます。ここはね、病気が怖いんですけど、逆にそれ以外言うと怖いイベントっていうのはない。おいおい、いきなり荒井銀次、もうこいつが出てきた時ろくなことじゃないんだよな。5周目にして早すぎるだろうお前。ちょ、このイベント勘弁してくれ。お前何急に草食い始めてんだよ。体力あるやんけ。うわ、出た、病気になるやつだ、これ絶対。違うんですよ。そんなもん食べたら、えギュ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 、お腹がってわかるだろう。お前過去4度の中で経験してきたじゃないか。排斥離になる初めての病気がここで起こるっていうね。あ、ラジオ放送だ。へぇ、敵の空母と戦艦を味方が沈めたらしいぞ。これはこっちが勝って戦争が終わる日も近いでやんすかね。出たー、フラグ発言。物語はこっから急に変わるかもね。とにかく100周目までを目標にしてるピーマンですけどね、終わりはもうすぐそこにあるのかもしれない。いや待てよ、動画としての見どころが今んとこ一切ないから、このまま終わったらあかんのよね。ほとんどカットカットカットしてきましたからね。うわ、もう次は昼かいな。お前病気なんなよ。もうしょうもねえこと言うんじゃねえバカ野郎。はい、来た。もうほらほら、言うてるそばから来たやんけ。あのフラグイベントの流れから、5度目のチャレンジ、初めての爆撃イベント。まあ、体力的に1回当たったとしてももう耐えられるはずなんですけどね。どれにするでやんす。どれにしようかな。神様の言う通り、これだ、これがいいと神は言った。だからその神の言葉を信じて俺はここにいる。大丈夫でしょうね、きっと。ほら、大丈夫。うわ、もう最悪。なんでお前ここで。普通の任務やんけ。勘弁してくれよ、お前。この流れの爆撃怖いぞ。うわ、本当に来た。ちょっとこれまずいかもしれないね。敵の襲撃からの体力ダウンからの爆撃直撃したら、さすが対応ないんじゃないか。どれにするでやんすか。俺は過去の成功体験をポジる男なんで、ここで。前はここでね、名を逃れられたわけなんで、もちろん。もちろんね。もちろん。ここは大丈夫だと思う。おらー、大丈夫、大丈夫。ただね、頻度が急に上がった。それはやっぱフラグを立てたからでしょうね。俺死ぬんかな、この先。今もう月も最高潮なんでね。これは、まあ何も起こらないんじゃないですかね、50周目以上。大丈夫でしょう、きっとね。何の変わり映えもなく。は?なんで?そうなるの?これだけの月の高さ。いや、逆に考えろ。これだけの月の高さだからこそまた爆撃から逃れられるとね。いや、本当月が高いのだ。もう、爆撃イベントそのものが起こらないような気がするが。もうこれもここです。過去の成功体験をポチリ。二度ここで助かってるんだ。二度あることは三度ある。だから三度目の今回も大丈夫。きっとね。ほらー、ほら、もう全く関係のない位置に落ちてるからね。いや、もう成功成功。俺ずっとここいるよ。なんならこの先。いや、この先があること大前提で喋るのはおかしなことやけど。いや、きっとありますから。俺もずっとここいます。はい、来た、来た、来た。84周目。この流れでの、また爆撃。いつものようにここに隠れて、そして難を逃れて、100周目を迎える予定だから。軽いノリでね、失敗。どうなんねん。死にはしないでしょ。大丈夫でしょ。あ、体力があったのでね。あ、この爆撃だとはやっぱこれくらいなんで。ちょっとね、あそこで当たるかという驚きもあるが、当たってしまったことは当たってしまったこと。まだ命はあるので引き続きプレイしていきましょう。84周目以降。ただちょっと流れ変わったよね。これまで避けられていた、一切当たらなかった爆撃に当たった。まあ今の2個だったから当たった。いやでも2個でも本当に安心安全な場所だった。今避けれてるんだよね。まあこうやって失敗に終わった以上はもう今後あそこに隠れる必要性はないですから。言ったでしょ。俺は過去の成功体験を元に生きていると。だからあそこには隠れません。次別の場所行くわ。戦車変わってますよ。何回変えてきとんねん。またやられたんですか。まあな、まあなじゃねえよ。だから安心してくれ。このレースはスピードが出るんだ。これでいつ敵の戦車がやってきても逃げ出せるぞ。逃げること大前提かい。もう車でいいだろ、そうなったらよ。できれば戦ってくれた方が。俺に死ねと言うのか。死ねえよ、お前。向かってこい、戦車でよ。何のためお前戦車乗ってんだよ。お前、戦車一番乗っちゃあかん人間やんけ。俺によこせ。俺こそそれ使って逃げたいわ。意味がわかんないんだよね、このイベントも。あんまり会話という会話をしないでおこうや。互いにいいメリットあんまないんでね。やめてほしいわ。
ああ、もうスコール鬱陶しいな。もうこういうちまちま体力を下げるイベントがちょっと鬱陶しいよね。で、気がつけば体力半分切って爆撃で死ぬとか、ようあることで、そのようあることこれからあんのかな。ようあってきたからこれからあってもおかしくはないんだけどね。ほらほら、あった。本当にあった。さあ、これはちょっと体力的にね、当たったらピンチかもしれないんで、絶対に逃れていきましょう。一番右行ってみましょう。もう落とされることないんじゃないかな。まあ、爆弾の数が何個かはわかりませんけどもね。大丈夫でしょう。あ、落ちた。俺がいるとこ落ちてる。磁石か、俺はよ。てって、軽いノリで失敗。え、終わった？もしかして。あ、よかった。まだ生きてる。死ぬかと思った。まあ、でも体力はピンチですけどね。やっぱりこの爆撃であれば20くらいしか下がらないんでね。一撃で死ぬっていうのはよっぽどの状況じゃない限りないわ。あー、でもね、これね、今後怖いですよね。体力が低いことには違いはないので。ほんで、当たりまくっとるしね。2回連続これまで避けれていたものが。なんで当たり始めたんだろうな。揺り戻しかな？前半避けられまくったから後半当たりまくるっていう。そんな揺り戻し必要としてない。もう100周目まであと11周。なんとか行こうや。もう俺こっから死ぬ予定ほんまマジでないからね。マジな話。マジなことはマジと大きな声で言っていくよ。死にたかねえよ、ここまで来たらよ。100周目の以降の景色を絶対見るんだ。また来たんかよ、お前。もうええわ。お前来たと毎回爆撃来とるから来てほしくないんだよね。おい、相手にしなくなったよ。いらないのか？いらねえよ。だってどうせ敵の戦車が来たら真っ先に逃げ出すじゃないですか。何を？じゃあ戦ってやるよ。敵の戦車はどこだ？あ、それならちょうどすぐそこにあんのかい。え？いるの？いるだろ。行けよ、お前。このたやけくそだ。あ、一番やっちゃダメなやつだ、戦争で。戦ってやろうじゃないか。早いな。2秒もなかったぞ、ドカーンって言うまで。真っ先にやられたか。で、死んだん、こいつ。果物、あーよかった。こういう地味な回復が嬉しいわ。さあ、もうあと9周。100周目は目前にあるから、極力人と会話することなく、俺は俺の世界観でずっと行きたい。もう誰かと会話するとろくなことないんでね。その後なんかあるんで、毎回。うわ、また来た。お前もう急に来すぎ。頻度高すぎ。戦車隊が来てやったぜじゃねえわ。え、生きてたんですか？生きてたんかよ、お前。あ、俺の戦車もついに8号になったよ。しかし、こんな戦車を壊してるの、よく次の戦車もらえますね。いや、本当に。どんなコネがあんねん。あ、敵でやんす。もうか。早いな。戦車いるか？いない。何そこの確認してんだよ。いないってなったら言ったね。戦車はないけど、大砲があるでやんす。はいとか、早いなあっという間に。畜生、ついに8号もお釈迦だって、なんで生きてんだよ。死ねえよ、いい加減、本当に。なんだろう、でも絶対死なないんでしょうね。まあ、月を上げてきてくれるからありがたいはありがたいんですけど、お前が死ななくとも俺が死ぬというケースがあるからね。お前が死のうが死ぬ前がどっちでもええねん。俺が生き残ること、そこが重要なんでね。また来た、こいつ。戦車隊が来てやったぜって、そのおなじみのセリフやめろ。お互いまだ生きてましたねって。いや、それはね。こんなつまらない戦争で死にたくないからな。ちょっと真面目な話になったやん。戦争があったら一緒に野球でもしようか。何仲良くなってんだよ。え、あなたも野球選手だったんですか？なんとお前もか。おっと、ここに来て驚愕な事実。よーし、頑張ってバリバリ逃げ回るぞ。まあでもな、正しいことやな。向かっていくより逃げ回って戦争終わるの待った方が正しいことだよ。いや、でもなんか野球選手だったっていうのが多いですよね。これ主要キャラクターに関しては今んとこ捕虜とこいつが野球選手だったってことが発覚してるんですよね。まあ、でこの流れでラジオ界もフラグを立ててくれんなよ。敵の空母と戦艦を味方が沈めたらしい。嘘でしかないだろ、そんなもん。どうやって沈めんねんよ、そんな。お前弾も何も持ってないような奴らがよ。95周目でこのラジオイベントはちょっと不穏な空気流れてますね。前96周目で死んでる流れもあるんで、この後何か襲われたりしないよな。大丈夫だよな、きっと。これは腹減った。もうそれくらいであればええわ。爆撃じゃなければね。さあ96周目ですよ。自己最長記録更新であるか。あと1周でも生き残ったら自己最長。まあそれがゴールでは決してないんだけども、ここに戻ってきてここでの爆撃イベントはないよな。なかったね。よーしよしよし。はい、これで自己最長97周目を迎えることができました。96周目のあのタイミングで拠点に戻ってきて、前は死んだんですよ。ただ今回は違った。さあ、目標にしてる100周目まではあと3周行きましょう。こうなったら今回の動画はそこで終わる予定だ。あの、いい意味でね。いい意味でもちろんね。そういうわけですよ。当たり前だろ、ここまで生き残ってきたんだから。あれはトカゲ。うわ、ちょっとトカゲって、あー、でも回復イベントだからいいのか。ただ野生生物食うっていうのはちょっと病気になりそうで、それはそれで怖いんでね。ここに来てトカゲとか食うだや。いろいろと下越えてるだろ。果物とかね、敵の落とし物とか畑とかでいろいろと食ってきてるんでね。下越えてくれ、頼むから。トカゲ次食ったらお前病気になるから気をつけろよ。
ネズミちょっと何急に野生生物ばっか。焼けば大丈夫でやんす。焼けばなんともなるその理論やめろ。いらないんだったらおいら一人で食べるでやんす。買って食べろや。もらうんかい。まあ、でも体力上がったからいいんだけどね。怖いってお前ネズミなんて、どこのネズミかもわかんねえ。ドブネズミだろそれよ。怖いんだけども、ただ99周目おいで100周目を迎えました。 OK100 生き残ることができた。これで戦争編の半分が終了し、あと100周100残ってるんですよね。その先どうなっていくかわからないから、とりあえず頑張って生き残っていく。この100周生き残ったんだ、次の100周生き残ることだってそう難しいですけど、その難しい中頑張りたいなと思います。